はい、こんにちは。今回は衝撃的な失神 KO が起こった試合を紹介いたします。サイモン・ブラウン、ヴィンセント・ペッウェイ。 IBF 世界スーパーウェルター級王者ヴィンセント・ペットウェイは初防衛戦にサイモン・ブラウンを迎えました。挑戦者のサイモン・ブラウンは当時絶対王者のテリー・ノリスを KO した元 WBC、IBF 世界ウェルター級統一王者で、左右のフックが強烈で KO 率の高いボクサーで、この試合でも初回に強烈な左フックでダウンを奪いました。王者ペットウェイは長期政権を築いていたジャンフランコ・ロッシアを KO で破っており、ジャブと連打が鋭いハードパンチャーで3ラウンドに右カウンターパンチでダウンを奪い返しました。第5ラウンド、生き返ったサイモン・ブラウンは王者ペットウェイにローブローを放ちました。そしてラウンド終了後も両者打ち合い、非常にエキサイトする場面がありました。迎えた第6ラウンド、王者ペットウェイの強烈な左フックが炸裂し、サイモン・ブラウンは失神いたしました。しかしサイモン・ブラウンは失神してもパンチを打ち続けたのでした。アントニオ・アビラルは小熊翔二選手から奪った WBC 世界フライ級王座の2度目の防衛戦にプルデンシオ・カルドナを迎えました。強打者同士の戦いは褐色長身の挑戦者カルドナが鋭いパンチを打ちまくり、1ラウンドで終わりました。グティ・エスパダスはアルフォンソ・ロペスから WBA 世界フライ級王座を奪取し、2度目の防衛戦に前王者ロペスを迎えました。王者エスパダスは22歳と若いのですが、初防衛戦で高田選手を倒して日本でもおなじみとなり、スパーリングでは名王者ミゲル・カントを倒している剛腕の持ち主で、終盤第13ラウンド、ロペスを強打で追い込み、力強い右フックでダウンを奪いました。歴代ライト級最強と言われているロベルト・ドゥランは WBA 世界ライト級王座の8度目の防衛戦にルー・ビザーロを迎えました。ハードパンチャーの王者ドゥランは強いパンチをどんどん繰り出し、これまでの世界戦全て KO 勝利をしており、テクニシャンのビザーロ相手に14ラウンドまで粘られましたが、14ラウンドにダウンを奪い、最後は右強打でビザーロを失神させました。渡辺二郎選手が統一戦を決行したため、WBA 世界スーパーフライ級王座を剥奪され、そのベルトをかけて、カオサイ・ギャラクシーがドミニカ人のエスピナルと戦いました。試合はパワーとパンチ力に勝るカオファイが圧倒し、第6ラウンド、コーナーに詰めて、とんでもない破壊力のボディーブローを打ち込みました。1990年4月、元 WBA 世界ヘビー級王者マイケル・ドークスが持つ WBA インターコンチネンタルヘビー級王座にドノバン・ラドックが挑戦いたしました。45戦のキャリアを誇る王者ドークスに対し、挑戦者のラドックはリーチ208センチから繰り出すスマッシュで KO 量産し、5年間負けを知りません。試合はドークスのスピーディーなパンチとラドックの切れ味鋭く破壊力のあるパンチの応酬で、攻守がたびたび入れ替わるスリリングな展開となりました。迎えた第4ラウンド、ラドックが王者ドークスをコーナーに詰め、スマッシュを炸裂させ、ドークスの意識を刈り取り、さらに強烈なパンチを追撃いたしました。柴田国明選手はメキシコの英雄ビセンテ・ファルディバルから奪った WBC 世界フェザー級王座の初防衛戦にラウル・クルスを迎えました。多彩なパンチを顔面とボディに打ち分ける柴田選手は、速いコンビネーションパンチと攻防一体のボクシングで観客を魅了いたしました。試合は両者ジャブを主体とした静かな立ち上がりでしたが、ラウンド後半に柴田選手が抜群のタイミングで右をヒットさせ、ダメージを負ったクルスをコーナーに追い詰めて連打を叩き込みました。クルスは王者柴田選手の攻撃をよく避けていましたが、王者の強烈な右アッパーが炸裂し、クルスは失神いたしました。7ヶ月前にベン・ビラフロアを下して、世界王者になった柴田国明選手は、2度目の防衛戦で、再び前王者ベンと相まみえました。体格で上回るサウスポーベンのパンチはものすごく、空振りの音がブーンと聞こえると言われたそのパンチでアグレッシブに攻め、初回から激しい打ち合いが始まり、柴田選手の左フックに前王者ベンの左がカウンターとなって炸裂しました。第1ラウンド KO 負け、柴田タイトルを失いました。ベンに世界王座を奪われましたが、柴田選手はリカルド・アルベゾントから WBC 世界スーパーフェザー級王座も奪取し、4度目の防衛戦にプエルトリコからやってきたアルフレッド・エスカレラを迎えました。エスカレラはこの試合が初めての世界戦で、初回は動きが硬かったのですが、第2ラウンドに猛然と荒っぽいパンチを振るい始めました。